はい、皆さんこんばんは、鉄道総合館です。本日は緊急で動画を撮らせていただいております。2022年の夏休み8月を予定しておりますが、特別なライブを予定しております。そのお知らせになります。結論から申し上げますと、今このホームに入線してくる電車のライブ配信をですね、2022年8月に予定しております。で、いつも定期便として運転される列車ではなく、臨時便として運転される、長時間乗車ができる列車のライブ配信になります。東京駅が22時21分発車、出雲市駅、翌日の午後1時7分約15時間約15時間この列車、今の映像で出てる列車で、旅する動画をですね、皆さんにお届けさせていただきたいと思います。詳細はこの後お伝えいたしますので、ぜひこの動画最後までご視聴ください。では本日もよろしくお願いします。はい、ということで、2022年の8月の10日もしくは16日になりますが、先ほど映像に出てきた臨時のサンライズ出雲91号という列車が運転されます。本来ですと定期便は21時50分に東京駅を出発し、出雲市駅翌朝の9時ぐらいだったと思うんですけど到着いたします。それが定期便の列車になります。で、臨時便の特徴としてはですね、東京駅を22時21分、通常より30分ほど遅く出発して、到着もかなり遅くなるというのが特徴になっております。翌日のですね午後1時3分に出雲市駅に到着をするというような形になります。で、しかもですね、通常はサンライズセットとサンライズ出雲号、7両ずつ岡山駅で切り離しして、岡山までは14両編成で運転されるんですけれども、この臨時のサンライズ出雲91号に関しては東京出雲市駅間すべて7両編成で運転がされます。停車駅も東京出ると横浜、大阪、三宮、姫路、岡山、倉敷、備中、高橋、新見、米子、安曇、松江、新地、出雲市という感じで停車となります。今年はですね、合計4本2往復しか運転されない、ものすごく寝台券取るのが大変な、大人気の臨時電車になっております。乗車時間がものすごく長いので、おそらく2本の動画に分けてライブ配信をさせていただくと思います。夜の22時台に出発して、だいたい7時間から8時間ぐらい前編という形で、翌朝の6時とか7時ぐらいまで前編で配信をして、でその後は後編という形でそのまま配信をさせていただくというような感じになります。なのでぜひですね、ライブの方ですね、時間を見つけてご視聴いただければと思います。特に夜中とかでしたら、そのまま睡眠 BGM として使っていただいて、で車内ライブですので、実際のダイヤ乱れとか、運転見合わせとか、あっちゃいけないんですけど、もしあった場合にもリアルで、それが、ご覧いただける、乗車した気分を味わえるというような形になっておりますので、ぜひよろしくお願いします。ちなみに座席なんですけれども、今のところ A 寝台を取る予定でございます。 A 寝台で東京から出雲市まで、仮にですね、行った場合なんですけれども、確か2万ぐらいですかね、2万ぐらいは、かかったはずでございます。金額はかかりますけどね、
まあ、それ以上に皆さんに楽しんでいただきたいなという思いでやらせていただきますので、ぜひぜひぜひ見ていただければなと思います。でもしや、発売日が明日ですね、8月10日運転なんで7月10日に、十字打ちで切符を取らせていただくんです。もし取れれば8月10日ダメであれば16日に再チャレンジして、配信は8月16日という形で、それが5万人記念のライブという形でやらせていただきます。6万人達成した時にはまた別のライブをご用意しますので、そちらも楽しみにしていただければと思います。はい、ということで、本日は緊急のライブ配信についてのお知らせの動画でした。ちなみにですね、まだ実はもう一つですね、この夏に考えていることがありまして、皆さんからかなりご要望がありましたグッズというのをですね、今後展開していこうかなと思っております。後ほどアンケートを取りますので皆さんからのご意見をお待ちしております。スマートフォンケースとか T シャツちょっと分かんないですけど、キーホルダーとか、ボールペンとか、まあその鉄道総合館のマークがついたグッズを販売する予定でございます。この動画が役に立ったらいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、そしてツイッターのフォローよろしくお願いします。夜遅くに最後までご視聴ありがとうございました。ではぜひサンライズライブお待ちしております。切符取れたかどうかは明日またご報告をさせていただきますのでよろしくお願いします。ではおやすみなさい。Thank you for traveling with us, and we look forward to saving you again.